100円ショップで買ったスマホホルダー、これを自転車につければポケモン GO のプレイがはかどるのではないかと思ったのですが、私の全本マックスだとギリギリ。これでいいやと使っていたら振動で外れてアスファルトに落下。初めての落下です。つけててよかったスマホケース、傷がついてしまった。ホルダーのはめ方もちょっと甘かった気がする。今後恐る恐る使うのも嫌なので、大きなスマホでもハマるスマホホルダーを買ってみました。価格は838円、そんなに高いものじゃない。5.5 インチの全本マックスより少し余裕があるので、ケースをつけても大丈夫そうだ。こんな小さい箱で大丈夫なのかという不安があるけど。では開封です。おお、開く開く。スマホを挟むところにはゴムがある。どうやって組み立てるんだ。説明書はない。これが先だ。分かってしまえば簡単。ハンドルにつける部分、非常にプラスチック。大丈夫かな。ある程度のハンドルの太さに対応できそうです。では実際にスマホをはめてみましょうか。おう、良い感じ。この位置だとスイッチにかぶってしまう。ボタンからずらして装着。ずらしてもがっつり装着されてます。これで大丈夫そうだな。振ってみよう。激しく振っても落ちない。直に来る振動とは少し違うかもしれないけど、いろいろな方向から振ってみる。装着した状態で操作してみよう。しっかり固定されていて大丈夫だ。まだ余裕ある。もう少し大きいのでも大丈夫そうだ。厚みのあるポータブルナビはどうかな。大丈夫です。ハンドルにつけてみました。うん、良い感じ。外すのも簡単。コンビニ入るときとか外したいね。横にもできるぞ。ゴテゴテと装備した感じ好きです。
パワーアップ感ある。実際にまたがった状態でプレイしてみよう。ボールがねえ。実際に走行してみます。スマホを装備した自転車、かっこいいぞ。ポケストップでボールをゲットしたので今度は大丈夫だ。そう、よし、またがった状態でプレイできますね。というわけでスマホホルダーでした。多少なりともスマホに注意がいくので、いつも以上に運転に気をつけなくてはいけません。死角の多い場所は無理ですね。視界が開けているところがいいでしょう。そして操作は安全な場所に移動してからとなります。開けた公園なんかは車が飛び出してくることもないし、人の位置もわかるしでよかったです。